小西勝です。さあ、今回の秘密基地はですね、はい、好評第2弾となっております、キャンピングカーで行く道の駅、今回ですね、道の駅の里に来ております。いやー、ちょっとあのマンボウ明けの土曜日ということでめちゃめちゃ人がいます。大変です。これ今回もいい、商品を、買ったりとかして、キャンピングカーでやっぱ食べたいですね。食べたいですよ。行きましょう。もうちょっとまだ入る前に一回、すごい先ほどピーナッツのモニュメントがあって、もう早速です。お客様にお知らせ、ピーナッツのオブジェは景品ではございません。残念、これピーナッツ取れんのかなと思ったら、これは取れないらしいです。こっちのキャンディークレイジーピーナッツ、こっちだけやね。はあ、やっぱピーナッツやねんな。1位、これピーナッツのクッキー。2位がピーナッツ、3位もピーナッツ、4位もピーナッツ。すごいね、ピーナッツがめちゃくちゃある。見て、何これ、道の駅木更津うまくたの里落花生ガチャ。なんなんこれ、ちょっとやってみる、やってみようよこれ。さあ、ピーナッツガチャ何なんでしょう、何が出てくるんだ。来ました、何でしょう。あ、なるほど、これでなんとか当初ピーナッツガチャの4等落花生のこれか、7個7つ1枚いただきました。これで交換すんのか、なんとも言えないちょっと結果になってしまいましたね。へえ、千葉の食べるパスタソースだって、パスタが欲しいな。うわー、来てますよ。こちらです、千葉県産落花生。とにかくこの道の駅は落花生、ピーナッツをめちゃくちゃ推してます。すごいな、これもピーナッツ新作フレーバーだって。自分で入れるんだこれ、好きなのピーナッツを。はい、あ、でもこれちょっと買おう、いろいろ。まずはパックをゲット、お好きなピーナッツ選び、いろいろ詰めるか、いろいろ詰めれるんや、面白い、いいですね、これ食べたい。気になるね、よし、じゃあこれを買いましょう。すごいです、とにかくピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツ、落花生ピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツ、落花生ピーナッツ、すごいとにかくありますね。お、来た、これピーナッツバター、これが大人気らしいですよ。これは買っていきましょうパン大好きだから、パンと一緒に、あ、試食もあるんでしょうか。よろしかったらご試食どうぞ。あるんですか、はい、じゃあいただきますね、ちょっとこれを、はい、いただいてみましょう。間違いなくうまい、うん、ちゃんとあの
ピーナッツのあのなんつうの砕けた感じの食感も残ってます。んでこんだけちょっとやけどめちゃめちゃ香り豊か。ピーナッツのこれは人気やわ。濃いいいね。今これはこれはちょっと買って帰りたいな。いいな。店員さんも買う。マネージャー現場マネージャーの三沢さんもこのピーナッツバターをどうしても欲しいらしい。出たビワ。前回のせいだね。ビワね。ビワゼリー。これ大丈夫ですか。でこれ前回買えへんかったっけ俺。丸ごとビワゼリー美味しかったよ。犬押してんのかな。千葉県だ。喋ってますね。千葉県ですか。そんなに気持ちが揺らぐ年ではないからな、もうな。え？アサリのコンソメスープやって。うまそうやな、これ。アサリのコンソメスープ。あ、これ試飲できんの？出汁だって。へえ。これ試せるの？これ試せるんですか？はい。あ、このアサリのコンソメスープ。うん。めっちゃアサリの出汁効いてる。うま。いやうま。うわあ。このすきっぱらに入れるともうシュワーッと胃を刺激して食欲が増すというやつじゃね。これうまい。優しいね。このアサリの出汁が出てて、あ、ガブガブいっちゃうやつですね。これはとにかくピーナッツ推しです。やっぱりさすが千葉。前回の道の駅より、前回の道の駅はそうか、学校やったからね。そうか。やっぱこの木更津はとにかく落花生、ピーナッツを押しております。ぐいぐい押してます。もうついにはいぶしちゃいました。いぶしてソースにしちゃいました。ピーナッツのこと、もうとにかくとにかくいろんなことをピーナッツに使ってるね。すごいね。これ何ですか。ウニの醤油です。ウニの醤油、はい、召し上がってみてほしい。へぇ、いくつご用意しましょうか。あ、1個で、1個でいいですか、はい、かける方、黒い方の練りウニの醤油ですけど、はい、どうぞ。あ、ご飯にかけて食べるんですか。はい、へぇ、試しに食べてみてください、はい、ウニの醤油、はい、すごい。うん。いらっしゃいませ。うん。めちゃめちゃウニの香りが、あ、すごい。そのままウニ食べてるみたいな。はい。美味しいですね。ですよね。卵かけご飯がおすすめです。へえ、あ、これに卵かけご飯で。はい。うん。いかがですか。美味しい。あ、ありがとうございます。ご試食いただきました。やった。さっきガチャで撮ったんですけどご試食でいただきました。うまいうまい。これあ、もちろんチョコレートも欲しいんだけど、サクサクのクッキー、そしてピーナッツがもちろん入ってて素晴らしい。びっくりした。これ飲むんかな、もうちゃうんやな。ホタルイカのお気づき、こんな風にこうペットボトルみたい、なんつうの、こう飲める瓶みたいの置いてあるのよ。違います、これはお気づけです。
これなんか飲めるサイダーみたいに置いてあったら飲んでまいそうやろな、これ。イカの塩辛とかも、これご当地のね、道の駅に来てご当地のやつやと思って買って、後からね、車でパッて見たら、いやこれちゃうやん、ご当地のやつちゃうやん、静岡のやつやんこれ、みたいなことがよく起こります。特にスタッフのガンさんはこの前道の駅でいろいろ買い物して帰ったんですけど、全部地元の、自分の地元のガンさんの地元の静岡のやつでした。地元で行ったら買えるやんみたいな。それいいんですけどね、いいんですけど、やっぱ一応ここでしか買えないみたいな。千葉県です。イカの塩辛ってやっぱり千葉うまいの？まあ、海が海産物、海が近いのか。あ、でも千葉です全部。やっぱ自家製のやつかな。うちの奥さん、アキナがですね、とにかくイカの塩辛めっちゃ好きなんですよ。イカの塩辛を当てにコーラを飲みますから。これがね、俺もやってんだけど、めっちゃうまいのよ。口が一瞬バーッと輪になって、ご飯食べたいってなんねんけど、そこらコーラに流し込んで、うわー、このコーラとイカの塩辛がめっちゃいい。これ買いましょう。何屋さんなんやろこれ。ここはスープうどん、めっちゃ美味しそう。明太、エビと明太子のクリームスープうどん、人気ナンバーワン。やっぱ人気ナンバーワンがええかな。おうどん大好きやねんな。ちょっとせっかく木更津やから、木更津っぽいやつとかってあんのかな。アサリか、アサリがやっぱりそうですかね。じゃあ人気ナンバーワンいくか。どれやろ、これかいか、うん、ね、人気7番の人気ナンバーワンください。え、あ、ちゃうわ、ピーナッツ担々うどんちゃう。本当だ、ピーナッツですね、千葉はね。これでしょ、ピーナッツ担々うどん。辛い、ちょい辛い。でもちょっと辛いの少なめにしてください。はい、かしこまりました。白担々うどん。あ、そんなのもあるんですか。はい、これです。なるほど、あ、白いこう、白担々うどん。はい、うどん、はい、これでしょ、はい、これください、はい、あ、ちなみにですね、はい、僕今日キャンピングカーで来てるんですけど、こう持っていくことって可能なんですか。大丈夫です。いいですか。よかった、 OK です。ありがとうございます。じゃあ持って行かせてもらいます。はい、さあキャンピングカーの方に戻ってまいりました。今回ですね、木更津の道の駅うまくたの里で買った商品ですね。まずは、7つこちら、あれでゲットしました、ガチャガチャでゲットしました、こちらです。はい、そして試供品でどうぞって言って、2個も3個もいただいてしまいました。ガチャガチャ1000でももらえたっていう、残念でございますが、あ、でもこれめちゃくちゃうまいです。かかり売りでバーッと買えました。こちらですね、ピーナッツ、はい、いろんな味があります。ピーナッツバター、千葉のザクザクピーナッツペースト、いいですね。これはもう間違いないと、千葉あんま関係ないですが、バナナラムネ、うまそうやな思いました、買いました。暴走はビワ、暴走サイダーと、そしてビワ風味、千葉限定販売、これ嬉しいですね。サイダーです。奥さんへのお土産、イカの塩辛、これとコーラで行くそうです。いいですね。さあ、そしておうどんを待ちましょう。来ました、こちら白担々うどん、めっちゃ美味しそう。うわ、地元の農園で採れたお野菜、そしてもう千葉といえばピーナッツ。じゃあいただきます。まずはスープからね、ちょっと試してみましょう。いただきます。甘くて美味しい、うん、
いい、素晴らしい。ピーナッツバターのようなもう甘さで、それがちょっとクリーミーになって、おうどんと合うことでしょう。これはいただきます。めっちゃおうどんに合う。うん、子供が大好きな味ってことは俺が大好きな味です。うまい、うまい。水菜のねシャキシャキ感がね、このクリーミーの中にぴったり合うんですよ。素晴らしい。もうピーナッツのこの程よい甘さ、もうお子さん絶対好きですよ。でちょっとだけね、甘いだけじゃないんですよ。このピリ辛みたいなのが入ってて、タンタンのねこの肉のそぼろのピリ辛がほんの少しだけあります。ピーナッツソフトクリームね、いただきます。ちゃんとピーナッツ、うまい。あ、いいですね。冷たさの後に来るこのほのかな甘さとこのピーナッツの香り、素晴らしいですね。あ、ちゃんとピーナッツですね。やっぱこのサービスエリアとか道の駅は絶対ソフトクリームやよね。うまいわ。これ実はね、ここのね、これプリンうまいです。この道の駅のプリン、菜の花卵のマイプリン、マイプリンですね。これ見た目ええね。これこんな感じのうわよし、いただきましょう。いただきます。うん、あー濃厚。うん、ちょっとほのかなこの苦味もいい。うわ、めっちゃ卵感ありますね、これ。うまい。人気なの分かりますね。これは。濃厚です。非常に。うまい。ビワサイダー。うん。そしてビワサイダー。うわいいね。あ、ビワの香り。あ、後半のがビワの香りがすごい、うん、うまい。よかったね。もともとその道の駅でこのキャンピングカー買った時はそのいろんなねご飯食べたいとか道の駅回りたいって言ってたんで、それがちょっと現実になってきてるんで、いいね。なんやろ、このキャンピングカーでこの囲われたやっぱりあのプライベートな空間がそこにあるっていうだけで、本当に家の部屋ごと移動してきてる気がするんで、楽しさこう倍増するよね。すごくいいです、キャンピングカーまだまだあるんで。千葉周りをね、今はやっぱりちょっとこう都内から近いところで回ってますけども、まあ、ゆくゆくは、まあ、さうん、まあしばらくはちょっとねその辺をこう近郊の道の駅を回るとは思いますが、まあほんまはねちょっとこうもっとゆくゆくは地方の方にも足を伸ばしていきたいとも思うけどね。よし頑張れちょっとね暖かくな
なるじゃないですか、ここからもうそろそろまたハンターカブ登場ですよ。ちょっとね、もうほんまにとある芸能の方が僕と一緒にツーリング行きたいって言ってくれてる方がいるんで、その方ともツーリングしたいし、うちの弟東方堂ハンターカブも早取りに行ったらなあかんし、そして奥さんとの河口湖の自転車のリベンジね。大雨で、サイクリングできませんでしたが、山中湖だ山中湖のサイクリングリベンジ、プロンプトンでしたいね。ちょっとあったかくなってきたらやりたいこと山ほどあります。なんで今後もちょっと期待添えてください。いろんなやっていきましょう。